カルバラーの戦いは、ウマイヤ朝カリフ・ヤズイードの派遣した軍勢と、フサイン・イブン・アリーの軍勢との戦いである。ウマイヤ朝軍が完全勝利を収めた。口述の通り、戦争というより、一方的な虐殺であることから、フサインの殉教、または、カルバラーの悲劇とも呼ばれる。クーファのシーア派がフサインをカリフに押し立てて、反乱を起こすという動きを察知したヤズイードは、先手を打って3000の軍隊を派遣し、フサインとその護衛を攻撃。戦いは、ウマイヤ朝軍の圧倒的勝利に終わりフサインは、まともな抵抗すらできないまま、息子モロトも殺されることになる。フサイン一行は本人を含めて72人しか兵士がおらず、実質的には虐殺に他ならなかったとも言える。ヤズイードはこの戦いに干渉した後フサインの子や妻、支持者を投獄、奴隷化するなどし、アリー家の勢力は粉砕させられてしまった。ウマイヤ朝は、この勝利によって一旦は、自身の支配権を確立することに成功した。しかしこのようなウマイヤ朝の姿勢は、他の有力者たちにも反発を抱かせ、アブドゥッラー・イブン・アッズバイルのカリフ即位などによる内戦状態の引き金を引くことになった。またヤズイードはこの戦いが原因で、全シーア派から凄まじい憎しみを浴びせられ、現在でも、この一件はシーア派とスンナ派の感情的しこりとなって残っている。ありがとうございます。